川隆のラジオの時間。皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、はい、収録久しぶりですね。そうです ね、 ね、このもう2023年の夏は記録的な暑さだね。そうですね、暑いですね。うん、だからやっぱりね、これね、なんか気象庁かなんかがね発表してたんですけど、異常な暑さだったって言ってくれてる、はい、これが普通になったらどうなるのって思うけど、だって普通にしてて、ね、熱中症になるわけですよ。でもこれ多分温暖化のこととかいろんなことを考えると、こういうことっていうのは異常な暑さと言いながらだん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 普通になっていって、だって今の20歳ぐらいのうちのインターンに来てるね学生くんだって、学生の頃、彼らが中学生の頃とかこんな暑くなかったって言ってるもん。あ、そうなんですね。そうだから今はさ、それこそ部活をやるのにもなんか10分15分やったらクールダウンとか水飲みましょうとかっていう感じになってて、それなんか指数計なんていうのかな、気温と何かを掛け合わせてるんだか足したんだか知らないけど、なんかの数字があって、これを超えたら中止とかね、昔のあのプールに入るときに気温と水温を足してこれになったら入れる、これじゃなかったら入れないとかっていうのが昔はあったけど、もう今やもうあれですね、気温とかがねどうなるんだろうね、これね。よくちゃんあんま出かけてない？そうですね、まあスーパーに行ったりとかしてるんですけれども、うん、やっぱり暑いので、うん、何分歩くとスーパー歩くとまあ5分ぐらいなので、ね、でも5分以上歩くともうちょっと耐えられなくならない？耐えられないですね。そうだよね、だから本当ね気をつけないといけないよねという夏も、でもあと今これ8月の終わりじゃないですか、はい、あと2週間ぐらいすると結構なんか落ち着いてくるみたい、まあ、この暑さが少し落ち着いてくるだけなんで、実際まだまだ大変かなっていう気もしますけどね、体壊さないようにやっていくしかないよね。そうですね。うん、ということで、じゃあ今日のもう話題に行きますか。はい、今回は中国不動産市況が崩壊、不動産大手も瀕死の状況、どうなる世界への影響というテーマです。はい、なんとなく涼子ちゃんもニュースを耳にしたりすると、はい、中国の不動産ってなんかおかしくなってるのみたいな話になってたりしません？そうですね、気になりますね。だよね。今回のこのテーマって結構大きすぎて、そのなんだろうな、このその内容を解説するというよりも、皆さん僕のラジオを聞いてくれてる方が、まあ、僕がそれに対して何を思っているのかなっていうようなことなんかをちょっと話したいなというふうに思ってますと。で、中国の不動産って今回大手のデベロッパーと呼ばれているところがもうアメリカで一回まあ倒産みたいなような手続きに入ったり、要は債務超過でお金が回らなくなって借金も返せませんよみたいな話になるので、まあ、日本で行けばすぐ倒産になりますよと言いながらもまだ会社は続けたりするというような状態なんですね。でだから最大手の会社に経営不安と、だから日本で言うと例え話で悪いけど三菱地所がやばいとかっていうような状態ですよ。だから普通民主主義の国家だったらこれやばいって話になるんだけど、はい、中国ってやっぱりね独裁政権ですよ。で国がいろんな意味で、まあ、コントロールしてたりするので、この経営不安になったからといっていきなり国家が揺るぐような話には、まあ、ならないというかですね、多分しないのよ。でしないから、じゃあ何もないかっていうと、もう今見てるとね、要は建設現場が途中でストップしています。でそのまま放置されてます。で本来そこの建設現場の物件を買ってるお客さんがいて、日本だと手付金だけ払って残金って後っていう話になるんだけど、中国ってどうやら結構お金先に払わなきゃいけないって話になってて、それができないじゃないみたいな話になって、どうしてくれるのかっていう話になったりしていたりするので、そこら辺に関してはもうどういう形にするかっていうと、まあ中国ってほらいろんな仕組みがあって、大都市っていうところは戸籍も違ったりして住んでる人も違ったりしてみたいな話
なんで、大都市に関してまだ北京とか上海とかって不動産ものすごく高いんだけども、そこに関してそういう状態が起きているかどうかっていうよりも、まあ地方都市でそういうところがどんどんあった中でもう置いてっちゃうみたいな感じで、で、ただ実際その暴動が起きないような形で多分政府は手を打つと思うのね。で結局習近平さんのなんていうのトップの座っていうのをそのままなんていうのかな、ずっと続けていくっていうことを概念に、思っているということもあるので、日本でいうとね、不動産関連に勤めてる人、はい、で何割ぐらいいるかっていうと、ちょっとこれは正確に調べたわけじゃないんだけど、大体1割ぐらいが日本の中の不動産関係、まあ建設会社とか含めて不動産関連に勤めてる人は1割ぐらいいると、結構いるんだよね。だから不動産不況になると結構全体の経済が悪くなると。で中国って実はでも聞いたら3割ぐらいいるらしいと。だ3割いたらこれ国なんとかするよね。そうですね、うん、だから多分ね、表面上何か中国がガラガラって言っていわゆるパニック的な状態で、まあアメリカで起きたリーマンショック的なような話になるかっていうと、多分まあなるかっていうと多分ならない、ならないんだけど、結局ね実際に、見入りが入ってくる人、例えば収入なんかも減ってくる、仕事も減ってくるし、そういう意味では成長モデルに限界が出ますよと。一部の、まあ、北京とか上海とかのお金持ちの人なんかはもう国に見切りをつけて日本に、日本、まあ、日本は何でかって近いからなんだけど、要は外国に、まあ、住むところも移す、で資産も移す、まあ、簡単にはできないんだけど、仕組み的に言うと。だけどそんなことなんかを多分考えたりしてるということなので、多分ね、これこういう話題になって、だってもともとさ、恒大っていう会社が潰れるとかいう話って、あれもう1年半ぐらい前の話で、でやっとここら辺でなんかアメリカでどのこうのって話になったりしながらも、ずっと債務超過で何兆円って話がなってるのに、これだけ言ってるってことは、結局、まあ、どっかがなんていうのかな、守ってるって言っちゃ変なんだけどっていう状態なんですよね。でただおそらくですね、3割も占めてって不動産が不況になってくると、給料もなかなか上がんないし、消費も減っていくんですよ。日本のなんていうか、インバウンドがさ解禁になったんだよね。中国人の富裕層じゃなくて一般の人に対するビザ、日本へ入ってきてもいいよってビザが、コロナも落ち着いたし、やっと解禁になりましたっていうニュースが1ヶ月ぐらい前にあって、で団体旅行とかも受け付けますよって言いながら、前見たく団体でとにかく押し寄せて日本のブランド物買っていくかっていう姿っていうのは、まあこれ僕の予想、勝手な予想だけど、多分減ってくるはず。爆買いが、爆買い、そうね、要は一般的な人たちも中国の起きてることがあれと、資産減ってくじゃんと。要するにさ、不動産持ってる人がなんで強気にお金使えるかっていうと、自分の資産が上がっている、売ったら、この不動産売ったら例えば1億円が手に入るんだと思っていれば、まあ給料が上がる上がらないっていうのも当然あるけど、気は緩むわけよ。だけど周りがあれちょっとやばくなってきたなとなったら、財布の紐を締めるじゃないですか、一般的に、はい、だからでそれってのは、中国の人って今までこの20年ぐらいでこうなんていうかな、開放政策してきて、不動産価格も爆上がりしてきて、とにかく不動産持ってれば億万長者になれました、で日本に来て爆買いしてっていう形になって庶民の生活レベルも上がったねっていう状態なんだけど、日本がそうだな、バブル弾けてだんだんデフレみたいな状態になって、で給料も上がりません、そうなってくると引き締めるしかないわけよ。そうするとお金も使えませんって状態になるじゃん。だから多分その状態を見てると、中国がどうなってるかは多分わかる。でじゃあこれね、世界への影響どうなのかっていうと、世界への影響って、今は例えばアメリカで何かが起きたら日本も影響を受けたり、株価の状態だといろんな意味で影響を受けたりするし、中国との取引も多いから影響を受けたりするのかもしれないけど、中国って本当に中身がわからない国なんですよ。経済のことが分かってる人とかに言わせると、本当に中国って本当に発表してることが本当かどうかも分かんないので、そこまでは本当に分かんないだろうなと思っているので、僕自身が何を今回注目しているかというと、そのインバウンドで、今まで来てたような勢いがあるのか、それが本当に減っているんであれば、中国もう成長は
やばいよね、止まってくるよねという話になるんだけど、別に不動産の話が今回ねダメになったからじゃなくて、そもそも無理な投資で国家がお金つけて不動産会社にお金を貸して開発どんどんやっていった。でこれでも GDP っていうのは上がるようにできてるんですよ。消費 GDP ってさ、国内総生産っていう金額があって、それは消費するお金だけかと思いきや、投資するお金、投資して例えば建物を作ったりするとそれも計算に入るわけ、はい、で、中国半分以上がそれ投資に使ってたので、それが一気になくなったりすると絶対下がってくるんだよね。でそんなのは別に、こんなその最近に起きた何か崩壊のような状態のニュースがあるより前に実際はもう起きたりしているので、おそらくですよ、会社が潰れる潰れないとかそういう影響っていう意味では、中国って国自体はまあ、最大手の不動産会社を見捨てて国民も救いませんとかねやり始めたら分かんないけど、多分暴動が起きるよね、あの国はどう考えてもと思うと、そんなことは多分しないだろうなと思うと、なんとか水面下はいろいろありながらもバタ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 しながらやっていったりするんだけど、多分国民が一番見てるのは海外に目を向けて、お金持ちほど海外に行く可能性はある。だけど庶民の方が爆買いみたいな形でどんどん来て買ってくるかっていうと、多分ちょっと違うような気がするね。だからインバウンドで中国人の方、でも台湾の人も中国語喋るから分かんないよね、日本の人たちはね。そうですね、うん、でもともとお金ある人とか、なんだろうな、いろんなことを考えてる人っていうのはもうすでに日本にも投資してるだろうし、それこそ私の知り合いで、ね、うちもお世話になってる中国人でこっちで中華料理ですごく儲けてる方なんかは、あ、日本国籍にしたもんね。やっぱりそこは僕の中からすると、さすがにほら永住権は取っても国籍まで変えるって結構まあどうなんだろうって思う、大きなことだと思うわけよ。だけど、まあ、もちろんその表面上見たら国籍変えた方がお金も借りられるとかっていろいろあるけど、結構やっぱそこの決断っていうのはすごいね。すごいですね。でそれを優秀な経営者というか30代でねイケイケで儲けられる人がもう日本に来てかれこれ十何年かなっていう感じなんだけど、もう国籍変えるんだっていうのは結構僕の中ではショッキングな出来事というか、すごいなと思うので、そういう意味で本当にボーダーレスになってくるというか、国を捨ててでも日本でっていう人は結構増えてくるんで、本当にそのなんだろう、日本の不動産にどういう影響を与えるかというと、その足を引っ張るような話になるかというと多分僕はならないと思う。だからなんとなく話題がこういうなんでニュースに取り上げられそうな会社が倒産しそうだとかなんとかだっていう話の時の影響はされるけど、じゃあ中国のデベロッパーが日本に来てどんどんマンション建ててるかって建ててないわけじゃない。東南アジアはね、中国のデベロッパーがいっぱい建ててるのが多分途中で止まってたりするんですよ。マレーシアとかもそうなんだけど、そうなってくると結構影響を受けるよね。だけどそうじゃない中国の方が日本に買うか買いに来るか買いに来ないかっていうレベルで言うと、本当のお金持ちは結構ちゃんといろんなことを考えてて、でそうじゃない人はもう国家に守られていくしかないから、まあそのさっき言ったように収入が減るんだったらお金は使わないっていう単純なパターンに多分なっていくのかなという気がするので、テーマは結構今回ね、どうなるんだみたいなテーマでかっこよく出したけど、僕の出した結論で言うと意外と普通に流れていくというかいう感じだと思いますよ。で僕らの仕事で言うと、富裕層とかを相手にビジネスをやってるので、中国のお金持ちは今後またどんどん、まあ、どんどんその限界あるけどね、増えてって日本に住むとか日本人に本当に国籍変えるっていう人 もうかなり増えるんじゃないかな。増えますかねっていう気はする。だってまあ言い方あれだけど、1人変え、知り合いで1人変えたらさ10人100人ぐらい世の中変えたりしてるんじゃないのっていう法則ってなんとなくあるじゃない。そうですね、うん、だからそれを思うとそういう話になるけど、一般ピープル、中国の一般ピープルはいや不動産持ってればもうね幸せになるかっていう時代は終わったわけよ。だから日本の30年前ぐらいかバブル崩壊とある意味一緒だって、要はさ利回りも低いから中国の不動産って結局期待値以外の何もでもないわけよ。で期待値が崩れたら収益も還元されないとなったら値段は下がる一方になるわけ。それでやっと普通の値段に戻っていくっていうことになるん でそれはもう国家がコントロールできる範囲を超えちゃうと難しいんだけど、まあ、超えないようにやるんだろうね、国家指導者だったらね。そうですね、うん、と思うと、まあ、そんな流れなのかなという気が
します。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。